ラパルマ島は北大西洋上の島。スペイン領カナリア諸島を構成する島の一つ。諸島の西北端に位置する。面積は706平方キロメートル。行政上はサンタクルスデテネギフェ県に属している。人口は約8万5000人。行政所在地はサンタクルスデラパルマ。長さ47キロメートルのくさび型をした火山島で2つの大きな火山がある。 そのうち北側にある標高2426メートルのケンブレ・ビエハ火山は、旧中鉱壁を持つタブリエンテ・カルデラによって切り取られ、南西側に大崩壊した跡がある。南側にある標高1949メートルのクンブレ・ビエハ火山は、カナリア諸島で最も活発な火山の一つである。細長く南北に伸びた、飛散体は12万5000年前頃から活動を。 始めた。過去7000年間の火山活動は、古い加工球からクンブレビエ派の活動軸に沿った割れ目噴火の形態をとり、溶岩流が海に急激に流れ落ちている。ラパルマにおいての歴史的な爆発は15世紀から記録され、穏やかな噴火と溶岩流が人口が多い地区に被害を及ぼした。島の南端は1677から1678年の 噴火で生じた広い溶岩流地帯である。1585年、1646年、1712年、1949年、1971年の火山活動でも溶岩流が海に達している。2021年9月19日にエルパライソ集落の東側山腹の複数地点から噴火が開始した。噴火は50年ぶりで約5000人が避難し、 ペドロ・サンチェス首相が訪米を中止して、現地入りした。クンブレビエ派火山が将来、噴火により山体崩壊を起こした場合、巨大津波がアメリカ合衆国国先海岸など、大西洋岸各地を襲うと警戒されている。1677年噴火でできた、サンアントニオ河口、ケンブレビエ派火山噴火1979年に、作られた、ロケデロス・ムチャーチオス天文台が有名。 小惑星ラパルマは、ラパルマ島にちなんで命名された。ありがとうございます。